はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、えー、今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございます。まあ、なんというかね、えー、昨日ね、ライブでちょっと話したんですけど、世界中で火事が起きてます。山火事です。山火事ですね。えー、昨日はね、C の国の、奇州ですね、奇州。はい。 えー、奇襲でございます。例のね、マオタイ町の、マオタイ州のね、産地のあの奇襲でございます。そこの半分が焼けてしまってる。はい。というニュースをお伝えいたしました。えー、台湾のね、2倍の面積ですよね。 で、今日上がってきたニュースなんですけど、これ Yahoo ー,ースさんですしえ、え、ロイターさんですね。ロイターからの、お天才記事でございます。ロイターさんからのね。大変ですね。オーストラリアです。オーストラリア。はい。の、ビクトリア州で、大規模な、あ山火事が発生しているようです。ビクトリア州です。はい。 えー、オーストラリアのビクトリア州で大規模な山火事が発生していますあ。私思うんですけど、これね、一応記事の中にはエルニーニョのせいだっていうふうに書かれているんですよ。エルニーニョになるとね、えー、まあ乾燥して山火事起きやすく、起きやすくなるんだよっていうことが書かれているんですけど、 なんかね、ほんとあのギリシャが前そういうこと言ってて、感想のためですって言ってたんだけど、結局、後からね、後からギリシャがね、えー、やっぱり放火でしたっていうこと言ったんですよ。どうしてかっていうと同時多発だったんですよ。ギリシャね。で、放火だったって言って、で、100人ぐらいあの、捕まったみたいですね、放火された人が。 放火した人がね。私、それと同じなんじゃないかなと思うんですよ。どうしてかっていうと、これ15箇所って書いてあるんですね。15箇所。おかしくないですかそんな自然にバン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 火が燃えるんでしょうかね。わかんないですけど、どの程度ね、乾燥してるのかわかんないんですけど、いくらなんでもちょっと無理があるんじゃないかなと思います。 え、後になってからね、ギリシャと同じように、あ、やっぱり放火でしたっていうことなんじゃないかなってちょっと思ってます。まあ日本でもね、えー、ちょっとありましたよね。えー、何日か前に山火事。まあ、すぐ消されたみたいなんですけど。なんか本当世界中で起きてます、こういうことが。 はい。で、まあ、皆さんも知ってるようにね、C の国っていうのはね、あの、例のね、えー、まあ、あっち側のね、えー、まあ、テストのね、テストのね、まあね、ね、えー、そういう場所なんですよ。はい。ちなみに、あの、おじいさんですね、おじいさん。もう同じです。 内側です、完全に。まあ、敵対してるようには見せてますけど、まあ、繋がってますよね。はい。嫌な話ですけど。なんで、なんかね、両方とも人為的な匂いがするんですよね。これ、なんか、放火なんじゃないかなっていう、まあね、そういう匂いがするんで、 うーんどうなんだろうって思ってます。まあ、後になってからね、ギリシャみたいに発表するかもしれませんけどね。100人ですからね、捕まったの。かなりね、組織的ですよね、ギリシャの場合ね。えー、覚えてる方いらっしゃるでしょうかね、去年。去年のギリシャの山火事。あれ、放火だったんですよね。放火じゃないかなって私言ってたんですけど。 えー、乾燥してるから山火事になりやすいんだって最初言ってたんですけど、後になってからね、放火だったって訂正ありましたからね。なんかね、こういうこと多すぎですよね。多すぎ。はい。いくら乾燥しててもそこまでって感じです。まあ沖縄も雨不足でね、今ダムに水がないんですけど、それでも湿度70%ありますからね。はい。 湿度70%あります。まあ、山火事は起きないでしょうね。まあ、山っていう山がありませんしね。はい。えー、本当ね、おかしな、おかしなことが本当に起こってます。えー、皆さん本当気をつけましょうね。こういうあの山火事系のこ、ね、ものね。あの、どうしようもないんで、これだけはね、もう逃げないといけないんで、 山の近くに住んでらっしゃる方、本当に気をつけましょう。はい。火事多いです。えー、ちなみにね、あの、関東地方とかで火事が頻発しているようで、えー、いろいろ記事が出てました。まあ、この辺はね、えー、まあ、押して知るべしだと思います。えー、多分ね、火、 火の元をね、火つけっぱなしでね、ぼーっとしてね、どっかに行っちゃったとかね、そういうことが原因のことがね、結構多いんで、えー、当ぼーっと成人に、まあ、都市部は気をつけた方がいいということですね。はい、まあ、住宅街もですけどね。はい。えー、でもって、えー、まあ、山の奥の一軒家の場合は、こうした山火事に注意ということです。 まあ、嫌な世の中になってきましたね、本当に。はい、えー、そう思っております。もうね、本当本当あもう本当にそう思います。はい、えー。何と言ったらいいのかわかんないんですけど、世界中で同じようなことが起きてます。はい。 えー、これはね、もしかしたら、例のあれのためなのかもしれませんけど、あのー、ね、15分のね、歳のための、なのかもしれませんけど、本当にね、えー、君を着てるようなことばっかり起きるんでね、えー、もうね、本当頭抱えちゃいますね。はい。まあ,あ、とりあえずね、皆さん注意してください。火事だけはね、火の用心でございます。はい。 えー、それでは、こちらの記事もね、貼っておきます。皆さんね、見に行ってください。ほんと世界中で起きてます。えー、まあ、火の時代なんでしょうけどね。それでも多すぎですね。はい。えー、では、皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。手作りのリンゴジャムなんていいですよね。手作りのリンゴジュースもね。はい。それでは、またごきげんよう。 今日も一日ありがとうございました。また明日も元気なお顔でね、皆さんとお会いいたしましょうね。おやすみなさい。